で、まあよく言われるんですけど、ね、何をそのすればいいのか、個人に何ができるのかって、もう公共広告 AC がやたらと CM にインサートされて嫌というほど、もう皆さん聞かされ見させられてるからご存知かもしれませんけど、まあ家の電気をまめに切るとか、使ってないコンセントは抜くとかね、パソコンのコンセントも抜くとか、そういうようなことまで、まあ、指示される状況下であれば、まあ、やむを得ないのかもしれないですけども、まあ、正直なところ時々もう AC がねムカッとした、まあ、頃に AC というナレーションだけはなくなりましたね。まだやってる？あれ今ないよね。 AEC ってなんかね、DC なんて言っちゃったりして、俺が冗談でちょっとおちょくったりしたら逆に受けましたけどね、なんかやっぱりみんなそういうちょっとした笑いに受けてたんだなと、あんなツイッターでやったらそんなに受けるものなのかとちょっと自分でもびっくりしましたけども、まあでもそのくらいはねやったって別になんていうか決してその不道徳とかそういうような問題じゃないですからね。だからこういう時期にこそ逆に、そういったものが必要なのかなと、思います。で、続いてまた見てもらうんですけども、続いてはですね、まあ、同じような分類になっちゃうかもしれませんけど、いわゆるファンパンク、今日皆さんに、フリーのサンプラーをご用意させてもらいますけども、それも、まあ、いわゆるまあ、ファンパンクものなんですけども、いわゆるアメリカを中心とした、まあ、パンクロック90年代以降のものを中心にしたんですけども、まあもちろんランチなんかもその中に入ってますけども、グリーンデーもそうですよね、彼らもそういう感じで出てきて、そして、まあ、今まさに、彼らもパンクを超えた地平に今立ってるんじゃないかと思いますけども。今日見てもらうのはライブで Welcome to Paradise って初期の曲をやってますので、それをちょっと見てもらいたいなっていうことがあります。じゃあまずじゃあ行ってみようか、それを。はい、じゃあグリーンデーをご覧ください。世界中を回ったアメリカンイヨットツアーというんでしょうか、その中から、の映像なんですけどもね、まあ、よく出てますけども、まあまあ、グリーンデーにしろランシュにしろ、もうデビューしてからかなり長い年月が経ってるんですけども、でも彼は相変わらず自分たちの我が道を行く感じで、もちろんグリーンデーはアンチと一緒じゃないんで、それぞれの行く道は違ってるんですけども、でも考えてみるとグリーンデーなんかね、あれいつでしたっけ、ウッドストック25周年かなんかの時に、彼らも招かれて出てきたらいきなり、ね、泥の球を投げられて、非常にステージ見ててちょっとなんかいたたまれなかったですね、ちょっといたたまれないというか、まあ、かわいそうだなっていう、洗礼といえば洗礼なんだけど、どこの国でもこういうことあったなと、要するにお前らなんかウッドストックに関係ねえよという、そういう人たちがたくさんいたし、またバンドも嫌いだったのかパンクが嫌いだったのかよく分かりませんけども、そういうような感じの、まあ、ことが、まあ、ニュースにもね話題になって、なんかこうバンドが、偉い目になってるみたいな、まあ、でも
そういえば僕もずいぶん前になりますよね。本当にもうこの何十年も何十年ってことですけど、十何年も海外に行ってないんで、海外事情はちょっともう本当に疎くなっちゃって、皆さんと同じレベルで、映像とかネットとか雑誌とかで知るくらいなんですけども、まあ、レディングフェスティバル今でも有名ですけども、そこにね、初めてパンクが出た時、ちょうどたまたま、僕もその場所にいて、シャム69がね、ステージに上がった時のことなんですけど、もうシャムが上がった途端に、土の、まあもちろん固まりならいいんですけど、ビールの缶ビールとかが入ったやつがね、ガン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 投げられて、それがまあメンバーにだけぶつかりゃいいんですけど、みんなそんなにコントロールがいいわけじゃなくて適当に投げてるんで、前の方のお客さんに頭に当たっちゃったりして、僕はうわやばいなこれって思いながら見てるうちに、メンバーの方もやめてくれやめてくれって、もう演奏できないからこんなことだとって大騒ぎになっちゃって、関係者なんかもずっと前の方に出てきて一生懸命こう制御しようとしたんですけど、もうちょうど前の方が記者席に開放されてるんですよ。一番前の本当にかぶりつきのところが、例えばそこがステージだとすると、ちょうどこの辺の席のあたりが全部記者席で開放されてるんですけど、そこからですね、僕のすぐ横を通って、このすごい頭から血を流した女の人が運ばれていくのを見ましたから、うわやばいなって、本当に俺はその時にその人たちの担架とともに一緒に帰りました。裏に逃げましたけど、だから何にもなかったんですけど、だからあとはそれから見てましたけど、本当になかなかそういうことがやまなかったのをよく覚えてます。ですからまあそういうことっていうのは別に、アメリカでも日本でも、まあ日本は分かりません、日本はそこで滅多にないと思いますけども、イギリスでも起こるんだなと、本当にまあある意味音楽の持つ違う悪い方のね、なんかこう面が出ちゃう場合があるんだなっていうのを、まあ今のグリーンデーの晴れ姿を見ながら、逆にそういうことがあったからこそ彼らも何クソと思って多分やってここまで来れたんじゃないかなっていう、そんなことをふと感じたりもしたんですけども、皆さんはどういうふうに考えるでしょうか。それじゃあ続いてまたいきますね。続いてあまり有名じゃないグループかもしれないんですけども、2組ほど見てもらいますね。一つはジェイソン&スコーチャーズというグループで、まあ、彼らクラッシュという一緒にねツアーも回ったり、アメリカで一緒にやったりしたことでも知られているんですけども、曲の方はボブ・ディランのカバーの曲なんですけども、アブソリュート・リー・スイート・マリーという曲をやってます。それからもう一曲続けて、今度はジム・キャロル・バンド、カソリック・ボーイという有名なアルバムがありますけども、その中から People Who Die っていう、そういう曲があるんで、これはベンジー君もなんか前に、かっこいいよね、ジム・キャロル・バンドなんて言って、僕がラジオに彼を招いた時にかけてくれた覚えがあるんですけども、ロンドン内で聴いてよく好きになったんだよみたいなことを言ってくれましたけども、それじゃあ、ジェイソン&スコーチャーズ、それからジム・キャロル・バンド2つ続けてご覧ください。